なです。今日は太田祭りです。鷹の地元毎年参加してる祭りがコロナぶりにやってて、私も初めてだからすごく楽しみにしてます。鷹が今まで東京に住んでた時とかに私を連れてここまで行ってないということだよ。見せてくれないよ、鷹の本気の祭りの姿。今日は俺は参加してますので、レナは YouTube で撮ってもらうと。タカはちゃんとやってるかどうかを皆さんがチェックできます。ちょうど今、出汁が4台集まってきました。あれスタートでしょ。地元なので友達がいっぱいおります。そうだよ、タカが全員知ってるって感じ。みんな YouTuber ってことも知ってるから。そう。ちなみにこの地区には4つの出汁があって、太鼓とあれがあるでしょ、笛と大太鼓で、お囃子を4つの地域で全部違う音色だから。ああ。ということで、タカがあれやってるでしょ。俺は太鼓担当です。太鼓担当だから、後でちょっとタカの太鼓を取りたいなと思って。今見たのがどんでんです。どんでんって何？片方の方を持ち上げてぐる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 って回して。今方向転換だけだったけど、この後あっちでみんなが思いっきり回せるだけ力の限り回すっていう、どんでんがあるから、それは見たい。ぜひお楽しみに。俺は今から和歌山版です。ね、変な人が来ないようにここで見守ります。見守ってください。さよなら。どんでん始まりますよ。手伝わないの？手伝わないの？すごい。すごいよ。ちゃんと仕事。
終わりましたね。俺の太鼓姿見てくれましたか？太鼓良かったけど、ちゃんと働いてるとこ見てくれましたか？めちゃめちゃ美味しい仕事だね、タカちゃん。ビール飲んでるだけじゃないよ。いや、ビール飲んでちょっとだけなんかこうトントントンをするのが簡単すぎるよ。これからちょっと日が暮れてくるから提灯祭りです。おー、出汁の周りに提灯つけて、それでまたどんでんしたりするから、めっちゃ綺麗だよ。やばい、本当の火？ん？本当のファイヤー？あ、そうそう、提灯の中にろうそく立てて。社長、社長、ちなみに食べ物が出ますよ。なんかね、町内会が食べ物を出してて、あるのかな、まだ。うどんかポテトフライか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。シンプルだね。きつねうどんかな。ああ、熱いうどん。あっ、うん、仕事した後の飯はうまい。仕事してないし。見てたでしょ、さっき。仕事したよ。ここに今提灯が入ってる。すごい。で、この提灯をこの黒い枠にくっつけて、うん、で、あの黒い枠を上から垂らして、で、提灯祭りだ。火をつけて、あっちに入れて、よし、息を上げ、で、引っ張って、上に引っ張り上げて、もう一個上げて、上げて、上げるよ。めっちゃ地味だよ、一個一個やんなきゃいけないからね。あ、はい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 、ほらい、ラスト、危ないはい、オッケー、あと5連、1、2、3、4。すっごい動いてるけど大丈夫。できましたね、提灯。もうめっちゃ綺麗だけど、もっと暗くなったらもっと綺麗じゃない？カメラで映るかわからないけどね。祭りの2日目はこの大宮神社で行ってて、タカがまた太鼓を叩いてるんだけど、そこからは、またカラクリをやって、そしてどんねんが行います。レイヤーのイヤー。はっきりしてる声もバレたよ。ちゃんと仕事してる。ちなみに今人形で習字を、レナよりも上手な習字を書いてました。でも私より遅いよ、20分くらいかかった。ゆっくり1個ずつね。そうだよ、今からどんでんが始まりますよ。楽しみだよ。あ、日曜日のメインイベントです。一番線だ。いつ、いや
みんな。めっちゃ重たいから ねみんな次の日肩あざができるからでしょうね。途中にはあの最初は何もしてないけどね。体力温存ですからね。さっきのどんでん広場に紙吹雪が残ってるので、今からお掃除隊でお掃除します。掃除も大事やん。ダッシュの上からの景色は最高です。高さ5メートルぐらいですかね。ほぼ終わりです。あと4時間ぐらいあるよ。動画的にはもうここで終わりにしたいと思います。これからは私とタカがカメラなしで楽しみたいなと思って。ちなみにこの太田祭りは毎年10月の初めの週末に行うことなので、皆さん興味がありましたらぜひここに来てください。ではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。